この話題、ライブでも何回かいじってるからいい気もするけど、皆さん、こんにちは、ハンネです。本日は2024年5月10日ですね。で、この動画では、脱分民主党事件のその後と、米山隆一参戦についてお伝えしたいと思いますので、最後までお楽しみください。てか、どうでもいいけど、クソって感じは、米のイって書くのか、なんか意味深いんだな。あ、高評価ボタンもよろしくお願いします。 また本日夜11時半からライブをしてますので、よければコメント欄固定コメントからどうぞ。サブチャンネルでも政治系以外のニュースをお届けしてますので、コメント欄からお越しください。では今回の目次はこちらです。で、先に私の考えを言っておくと、脱譜民主党事件はいじった方が軽率すぎるし、それは相手も訴えることもあるだろうにという、多分今見てる人からすると、え、そっちと思う感覚ですね。 ただ、ヨネちゃんの言ってることについては、まあ、おおむね私は賛成なんだけど、いじられるよね。って感じなんだよな。ああ、あまりヨネちゃんをいじると怒られるからな。で、軽く事態を説明しておくと、この話題のスタート地点は、多分2022年5月30日の文書の記事。そこで、立憲民主党の愛知県議らが利用した焼肉店の個室で、 会計後に人分が放置されていたという騒動が書かれてるんですね。その結果、まあこれがある意味ネットのおもちゃにされる。そこで一つの行動をした人がいたわけですね。そこでは立憲民主党のロゴを脱墳民主党と書き換えていじったりしてたわけです。そうするとその人が訴えられたぞということで騒ぎに。まずは民事の開示請求を立憲化する。 その上で、その開示請求が認められると、今度は刑事告訴をしてきたということで騒ぎに。しかし、この度、その刑事告訴が認められず、不起訴処分になったよということなんですよね。まあ、そのために立憲が一般人のネタを本気になって訴えてきたということで、表現の自由への挑戦だ、抑圧だということで騒ぎに。それに対して岡田幹事長の追加説明も国民を萎縮させうるものじゃないかということで話題になってますね。 こちらは弁護士 .com 5月8日の記事ですね。見出しは。政党野湯に法的措置続行か。脱賓民主党事件の不起訴処分。立憲民主党岡田克也幹事長。今後も必要あれば対応する。ですね。まあ、これはもうビビると言えばビビるけど、私自身はそんなに違和感がないというか。 では、中身を見ておくと、立憲民主党の岡田克也幹事長は、5月7日の定例会見で、脱奮民主党などと SNS に書き込んだ投稿者を刑事告訴した上で、最終的に不起訴処分となったことを認めた。岡田幹事長は、記者からの質問に答える形で、選挙の近い時に名誉毀損に当たりかねないようなことを言うということが自由に言えるわけではない、などと強調した。立憲民主党は、発信者情報の開示手続きを経て、 名誉毀損で刑事告訴した。岡田幹事長は定例会見で不起訴処分の受け止めを問われると、警察、検察の判断ですから尊重されるべきだと思いますと答えた。一方で、ただ政党に対して特に選挙の近い時に名誉毀損に当たりかねないようなことを言うということが自由に言えるわけではない。私たちも一つ一つ判断しながら必要に応じて対応していくということは申し上げておきたいと思います。以下略。以上ですね。うーん、ごめん。 多少賛成しようと思ったけど、岡田会見にはあまり賛成できないわ。で、そもそも表現の自由が大事よねって話をする際に、民主主義にとってそのような意見を言ったりするのが大事だからって話があるんですよ。だからこそ、このような政治に関する話で安易に名誉毀損なんて認めていいのって議論が生じる。ただ、今回の岡田会見での言及についてはよくわからん。 まあ多分この選挙の近い時にって話は2022年の参議院選挙のことを言ってるんだと思うんだけど選挙が近いから政治的発言を控える的な発想の発言はまずいと思う。もちろん選挙の結果に影響を与えうるからって気持ちはわかるけどまさに民主主義にとって選挙が大事なわけだからそこで表現の自由を規制する話が出てくるのはおかしいと思う。なんか岡田幹事長の説明は熟考されてるような気がしない。 ところでこの件について立憲民主党の米山議員が結構コメントを書いてますね。まあ書きすぎて、お前必死かといじられるレベルな気もしますが、私は米山発言にそれなりにしっくりくる。で、実はこの話題、私最初から立憲を批判するのを避けてるんですね。理由は簡単です。記事では愛知県議の犯行とか断定してません。 先ほど紹介した文書の記事では、立憲民主党の愛知県議らの会食が行われた高級焼肉店の議員が利用した個室に人糞が放置されるという前代未聞の汚物事件が起きたと書かれてますが、記事を読み進めると、ふらつきながら一行は店を出た。その10分後、アルバイトの女性が片付けのために個室に入ったところ、すぐに部屋の異変に気づいたというとなっており、そこで人糞があった旨書かれてるんですね。 しかも、捜査が入る前に人分は処理されてしまってる。ですからこれ、10分間の間に別の誰かが残していった可能性はある記事なんですね。記事では、店の人の証言などとして、その可能性はないよねって感じのことも書かれてますし、また問題の件威にクレームを出したら、謝罪のラインがあったよということがあるので、あれこいつらやったなって印象を強く持たせるものですよ。ただし断定はしてない。 また、例えば2022年5月31日の日刊スポーツによると、立憲民主党愛知県連は31日、公式サイトで記事中の事件に関わった事実はありませんでしたとするコメントを公表した。として、立憲サイドは事実を全面否定しており、また捜査の結果、何かこの件で県議らが責任追及されたという話もありません。私の記憶ではそれこそ、 選挙直前期ということもあり、また参加している人間の中にまさに立候補している人がいたから捜査が及び腰だったという話を見た気もしますが、事実として別にこの件で何も処分などはされてない。処分されてるのは踏んだけですね。ですからこれ根拠は文書の記事だけだとかなり臭いけどなんか断定しているわけでもないし微妙って感じなんですよ。はい、私の感覚だと裏取りが甘い習慣しネタでしかない。 まさにその点を米山氏はついてます。こちらで米山氏は何度も書いていますが、週刊誌の記事で本人たちは全面否定、確定的なことは何もなく、推測として書かれているだけだからです。それを読者が勝手に事実と誤解すること自体はやむを得ないとして、それを指摘されてなお、同行した誹謗中傷を必要に続けているから被害を訴えただけです。当然のことです。さようなら。と指摘してますね。また、人分も放置もしていません。 県連は全面否定しており、記事も推測だけです。最も確率が高いのは、県議たちが部屋を出た後、トイレと間違えた水客が脱粉したでしょ脱粉してない立憲が脱粉民主党を受任すべきという以上、高橋氏も脱粉弁護士を受任すべきは当然ですとコメントもしてますね。でね、正直言って私も、いや、限りなく怪しいわって思いますよ まあ本当に10分か分かりませんから、もしかしたらもっと長時間の空白時間だったかもしれませんし、ですから、誰かがって可能性は確かにありますよ。私は、あやつじゆきとさん以降の本格ミステリーに一時期ハマってましたし、文集の記事は理論上穴があるのは間違いない。しかし、かなり臭い。でも、可能性の話であって、県議がやったと断定するのはまずいと私も思っちゃう。 私は動画を作る際に記事を引用しますが、元ネタで断定してないものを伝えるときには注意しますもん。で、ここら辺、まあ、米山さんも他のツイートではそれっぽいことを言ってて微妙な気もしますが、そして、民事の開示請求の判決文などもそれで書いてて、私は違和感がありますが、表現が下品だってことは今回関係ないというか、そもそも下品な事件に関する話なので、表現がひどすぎるってのはあまり関係ないと考えるべきじゃないかなって思うんですよ。 ただひたすら事実無根の誹謗中傷は許されないというところが大事からと。文書の記事でも断定はしてない。ですから、文書の記事を信用したというのも言い訳としては微妙。岡田さんも選挙前とかそんな話をせずに、まともな根拠がないことで誹謗中傷されたらそれは訴えるよっていう方がいいんじゃないかなと思いますね。デマは保護するべき必要性の低い表現だと思いますし、曖昧な基準で訴えるよとか、岡田さんが言うから、 何を言ったら訴えられるのか分からず、表現の自由への萎縮効果があって、問題なわけで、まともな根拠もない話、デたらめの場合は訴えるよ、岡田さんが言ってるなら、それはそれで納得する人もいたんじゃないかな。ただ、しょうもないことで訴えるなよ、というのも理解する。脱奮民主党だったとしても、だから、生徒として何か問題あるかってことですからね。訴えるのはやりすぎっていうのも理解しますよ。でも、事実無根で誹謗中傷するのも問題だろうとは思う。 たださ、ヨネちゃんの他のコメントがなんかいじられたそうな感じが。えっと、こちらはこの件のヨネヤマさんのツイートですが、そんなわけないでしょ刑事告発は起訴に至る確率が低く、私が担当なら間違いなく民事を選び、高い確率で勝利できたと思いますが、むしろそれは法務戦略が稚拙ということであって、弾圧の意思などあるはずもありません。この元教授は盲目的に野党を叩くネット右翼に出しています。極めて残念な方です。ですって。 いやね、まあ、ホー法務戦略が立憲の場合自説だったというのはわかるよ。しかしさ、これに加えて、私なら高確率で民事で勝利しましたねって繰り返されてるけど、まあさっきのツイートにもあったけど、ほんまかないやね、米ちゃんといえば水道橋博士が松井元市長に訴えられた名誉毀損訴訟で代理人になって、水道橋博士が敗訴してるんだよな。それにちょっと名誉毀損や侮辱のハードルが米山さんは微妙というか、 こちらは元官僚の宇佐美さんの2022年4月24日のツイートですが、また相互ブロックしているはずのハッピー米山さんに、東方ツイーが画像引用リツイートされたとの情報が入ったんだが、相変わらずストーカーみたいで気持ち悪い人だなぁって宇佐美さんが書かれてると、これに対して侮辱罪で米山さん刑事告訴しています。なんか、ストーカーという犯罪行為の表現は許さないって言ってましたね。ただこれ、宇佐美さん不起訴でした。はい。 まあ、そりゃそうだよね。これって別に恋愛感情でストーキングされてる。怖いって、宇佐美さんが嘆いてるんじゃなくて、相互ブロックしてるのにサブ垢などで見てくるような、その粘着しづっぷりがストーキングっぽくて、キモいわって言ってるだけでしょそれに、これ宇佐美さんも言ってますが、まさかいきなり刑事で訴えてくるとか思ってなかった。民事だと思ってたよ。って話で、あれさっきヨさん。 立憲の法務戦略が稚拙だった。俺なら民事で訴えてたよ。高確率で買ってたって言ってたけど、おやちなみに、まあ全然どうでもいいんですが、米山さんの人間らしいところも、こちらは5月1日の米山さんのツイートですが、遅ればせながら、3月16日の晩ご飯は、舐めたカレーの煮付け、肉野菜炒めの卵とち室井風、シューマイ、トマトスライスでした。大変美味しかったです。アップ、遅れてすいません。 ですって。まあそうしますと、こちらは米山さんの配偶者の室井さんの5月6日のツイートですね。以下引用です。ずっと X にご飯の写真あげてるじゃんわしはすっぴんパジャマの写真を載せることに傾向があった。けど、米がどうしてもやらせてくださいって言ったんだよね。けど3月4月と奴は写真を載せるのをサボってた。だからお前が始めた物語だろ。と叱った。そしたらあげ出した。私悪くない。あいつが悪い。あいつ独身時代。 同じものばっか食べていたから、同じスーパーのお惣菜とか、プロポーズされた時、もっといいものを食べて、その頭脳をみんなのために活かしないよ。なーに、任しとけ。といったことを私は守ってる。自分で言い出したことだからさ、ですって、仲良しですね。まあ、米山さんは室井さんに、尻に仕かれてるのかなまあちょこちょこね、なんか揉めた感じはしてますけども、最終的に室井さんに操られてるだけな気もしますけども。まあ何にせよね。 ま、この件に関しては、私自身はね、やっぱり事実無効のね、話をしたり、記事の内容を飛び越えて、何かね、断定して、誹謗中傷したりするのは良くないと思いますよ。まあ、とはいえ、訴えるのはやりすぎかなって気がしますし、ヨネちゃんのね、発言がなんだかなと思ったんですけども、皆さんはいかがお考えでしょうか。ぜひともね、皆さんの感想、コメント欄でお伝えください。またね、まあ、水道橋博士が敗訴した件について、まあ、今これ上告してるんですけども、ご紹介した動画はこちら側に。また、 ヨネマさんが侮辱罪で刑事告訴をした件についてね、詳しく説明した動画をこちら側にご用意してますので、ご存知ない話がある方はね、ぜひともチェックしてください。ではぜひともチャンネル登録、高評価もお願いします。では次の動画、ライブなのでお会いしましょう。バイバイ。